生澤竜は日本のメディアプロデューサー、音楽プロデューサー、エッセイスト、作詞家、ビューティージャーナリストである。13歳からゼネコンの会社を起業。高校在学中から、婦人が放射の女性誌、25案編集部インターンを経験。以降、慶応義塾大学在学中より、ファッションスタイリスト、エディトリアルディレクターを経て、2002年、メディアプロデューサーとして、 活動を開始、美容タレントブームの先駆けを作り活躍したメディアプロデューサーの一人。90年代はスタイリストメインに活動、ファッション雑誌やタレントのスタイリングを手掛けた。当時、雑誌ではやりすぎではないモード、エアリーモードを得意とし、スタイリストソニアパークなどと並び人気スタイリストの一人として活躍。 90年代当時タレントのスタイリングは主にアーティストを多く担当。ライジングプロダクションのアーティスト知念リナ、スピード、マックスをメインに雑誌、歌番組、バラエティ番組を担当する。2000年代初頭のジュニアファッションのブームにも関わりが深い人物としても有名。後の人気女優となる荒垣結衣、音楽グループパフューム、モデル森エリカを ジュニアファッション誌のメインモデルとして起用、雑誌ともに人気を博す存在へと導いた。常に売れっ子になる原石を見つける秘訣を対談にて、聞かれた際、誰を選ぶ時も同じですが、何かが突飛して引いてているのではなく、その方の生き方も含めたバランス。自分の中で、そのバランスのピースが、カチッとハマった人は必ずブレイクする原石だと思っていますと語っている。 君島とは子、武田久美子、杉本彩、一個をはじめとする数多くの美容タレントの発掘とメディアプロデュースを重ね、2002年から2006年までの4年間で、プロデュースしたタレントの書籍類型出版部数は200万部を超えた。手法が特徴的とされ、書籍を CM 代わりにし、メディア露出へと導く。的確なマーケティング力により各出版社、 各芸能事務所からのオファーの絶えないヒットメーカーとして有名になる。プロデュースの枠は TM レボリューション西川貴則、八代昭、高須悦子など多数に及ぶ。多彩な活動を若くからしてきたが、30代中盤の2010年、突如原因不明の難病となりすべての活動を停止し、闘病生活に入る。 難病の長い病床を生活からその価値観は180度変化したといいメディアプロデュースから距離を置く2015年から音楽プロデューサーとして非音系列の音楽プロダクションへヘッドハンティングを受け所属するが入社すぐから社長により複数のハラスメントを受けたことにより裁判に踏み切る時短金にて決着をつけた医者。二千十七年に音楽プロデューサーとして独立 個人事務所、クレーブアウトインクを設立。ドラマ、映画をはじめとする劇伴音楽を中心に、若手作曲家とのコラボレーションを行う音楽に、携わる若手の育成にあたる。その他、アパレル、フラワー事業と様々なマーケティングスキルを用いて、現在も経営者として活躍の幅を広げている。2015年からは、自身が主催する、 フントドネーションという活動をスタート。Facebook や Instagram など SNS を使い定期的に多数のユーザーへ呼びかけている。動物保護や被災地の支援などへも物資を募り向かうなど本格的に活動。最近では熊本地震での活動はテレビでも報じられた。フントとはブラジリ語で一緒にという意味があり、普通に生活している人もできることを一緒に始めませんか という思いを込めている。活動の場は国内のみならず、世界へも広げている。スタイリングした、タレント関わった、主な CM スチール関わった雑誌,関わ,た雑誌関わった雑誌、関わった雑誌映画コメンテーターとしての連載デビュー前に、起用した、タレント関わった、タレント、歌手テレビ出演 CM ポスター出演。ありがとうございます。